あー、ちょっくんが映ってますよ。今日は皆さん癒しの猫会でございます。さあ、今日はチョビ姫子編、のそ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 してね、この2匹はすごい仲が良くて、ちょっくんそっち行っちゃったらダメ、いなくなっちゃったよ、ちょっくんが。あれ、口から出てきたね。いやー、猫見てるとね、今にあるね、みんなね、癒されちゃうね、本当にね。姫ちゃん、前足が短いけどいいの？大丈夫？いや、前足、はい、ちょっくん出てきた。はい、かわいいな。癒されますね、みんなね。この2匹はね、里親さんが一緒でね、あの白い子ね、チョビ、今のそのそ後ろで、あのカーテンの向こうにいるチョビが最初、うちの奥さんに、奥さんのところに来て、でチョックンだけを飼う予定だったのがね、この子ももらってもらえませんかつってね、ひめちゃんも連れてきたんだって。したらね、もう会った瞬間にね、本当に2匹が喜んでね。スピリチュアルで言えばね、ツインソウルみたいな。この子の方がメスでね、チョックンがオスでね。聞いた、チョックン。ねえ、うちの和室が、あ、この2匹超仲いいんですよ。チョックンがね、めいちゃんのおっぱい大好きなんね。ちょっくんちょっくん、こっち向いて、こっち。そう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 。あ、来た来た来た。ほら、まるちゃんと。ねえ。スリン。なんだこれ。なんだこれ。お、お、お、お。なんだこれ、急に。おお、どうしたどうした。ひめちゃん。ねえ。ひめちゃん。ねえ。ふんふんふん。ねえ、チョックン聞いてよかったね。みんな見てください、これ。これこれ、ほらほら。チョックン。チョックン。はい、たチョックンがいましたよ、皆さん。うん、かわいいな、チョックン。この、ちょびーってなってんだよね、ここがね。チョックンがお出迎えしてくれたりとかしてね、ほんとに癒し系。ねえ、チョックン。今日は写すから顔キレキレしてね。この子も全然ね、顔洗ってくれないからね、もうね、目やにだらけで切っちゃないんだよ、いつもね、顔が。今日はね、ちゃんとキレキレしてみんなの前に出てきて、うーん、癒されるね、本当にね。チョックいつもありがとうね、本当にね。玄関に迎えに来てくれたりね、お見送りしてくれてね。で、うちの奥さんのね、肩にはね、ぽいって言ってね、飛び乗ってね、すごいのよ。来るかな。ね。ねえ、おー、かわいいな、ちょっくん。こっちおいでよ。ねえ、ちょっくん、おいでよ。やっぱみんなね、動画とか撮られるとなんかかしこまるというかね、ちょっとなんか、なんか違うなってなるよね、いつもと。バレちゃうのか、やっぱりこういうのね、撮られてるって、撮ってるっていうのがねえ。で、今日も僕はね、あの前回と同じ言葉ですけど、パンツィーだからパンツィーだから、ちょっと僕姿は見せられませんねえと言いながらも、やっぱり2回目だから、パンツィー姿もちょっとは見せちゃおうかなと思わせながら、実は今日はパジャマでしたね。しょうもない43歳のおっさんの膝からね、太ももを映して。癒されますね。姫たん、姫たん、おいでこっちに。姫たん、キョロキョロしてね、目がキョロキョロしてるじゃんかよ、姫ちゃん。ほら、こっちからこうやってこうやって行くよ、ひめちゃん。
ほら、ひめちゃん。こっち見てくれないと。ひめね。ほら、ひめちゃん。半分だけ見てる。ほら、ひめちゃん、かわいいの。ドアップして、ほら。ねえ。ほら、みんな見てください。この前足の短さ。天然マンチカン、ひめ子でございます。ねえ。じゃ、下のアングルからいきますよ。ほら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 。なんや、やめろにゃって顔してんだね。あちあちのことこうやって調理のって言ってね。ひめちゃんはね、今日はちょっとおけつまんだしが出てきませんけどもね。まあそんな感じで今日は皆さん、最後にじゃあまたチョックンを移して。チョックンじゃあみんなにバイバイして。チョックン。はい。じゃあ皆さん、そんな感じでまた次回に。ねえ、次回はまた。スピリチュアル迷子編体験談続いていきますよ。バイバーイ。